日本サッカー協会、JA、は18日、日本代表各カテゴリーの2024年スケジュールを発表した。まず日本代表は、来年1月に3大会ぶり5度目の優勝をかけた AFC アジアカップカタール2023を控えている。グループステージでは、ベトナム代表、1月14日、イラク代表、同月19日、インドネシア代表、同月24日と対戦。 グループステージを勝ち上がれば、ラウンド16が同月28日、同月31日、準々決勝が2月2日、3日、準決勝が2月6日、7日、そして決勝戦は2月10日となっている。なお、2連勝スタートを切った FIFA ワールドカップ26アジア二次予選は、第3節北朝鮮戦、ホームと第4節北朝鮮戦、アウェーが3月のインターナショナルマッチで。 イオに行われる予定だが、現時点ではホームとアウェーともに試合会場が未定とのこと。対戦国の情勢不安から、日本政府関係者含めての調整が必要という。また、パリオリンピック2024を目指す U から23日本代表は、3月のイオで2試合の強化試合を開催。1戦目は、3月22日、金曜日にサンガスタジアムバイキョーセラ。 京都にてまり代表とニークサメは同月25日、月曜日に北九州スタジアム、福岡にて行われ、対戦相手と最終交渉中とのことだ。そして、4月に行われるパリ五輪リアジア最終予選、U23 アジアカップの招集メンバーについて、山本昌にナショナルダイレクターは、4月にしっかりとメンバーを集められるように引き続き調整していく、とコメント。 J リーグ組の調整は完了しており、海外組に関してもクラブと調整する意向であることを明かした。日本代表各年代の主な2024年スケジュールは以下の通り、日本代表より小さい東洋タイヤーズカップ2024より大きい、1月1日、月曜日、国立競技場、対戦相手、タイ代表。 より小さい AFC アジアカップカタール20231月12日金曜日から2月10日月曜日カタールより小さい FIFA フフワールドカップ26件 AFC アジアカップ2027予選3月21日木曜日 H 未定対戦相手北朝鮮代表3月26日火曜日 A 未定対戦相手北朝鮮代表 6月6日木曜日 A 未定対戦相手ミャンマー代表6月11日火曜日 H 未定対戦相手シリア代表より小さい FIFA フフワールドカップ26アジア最終予選9月2日月曜日から10日火曜日未定10月7日月曜日から15日火曜日未定11月11日 月曜日から19日火曜日未定 U から23日本代表国際親善試合3月22日金曜日サンガスタジアムバイキョーセラ3月25日月曜日北九州スタジアムより小さい AFCU23 アジアカップカタール2024県パリ五輪アジア最終予選4月15日月曜日から5月3日 金曜日カタール海外遠征6月3日月曜日から16日日曜日未定より小さい第33回オリンピック競技会パリオリンピック7月24日水曜日から8月9日金曜日パリ U からナインティーン日本代表海外遠征3月未定6月未定11月未定 トレーニングキャンプ7月 J ビレッジより小さい AFCU20 アジアカップ2025予選9月21日土曜日から9月29日日曜日未定 U から18日本代表より小さい 2024SBS カップ国際ユースサッカー8月静岡海外遠征10月未定 より小さい茨城ネクストジェネレーションカップより大きい12月茨城 U から17日本代表より小さい FIFA 平和記念2024バルコム BMW カップ広島国際ユースサッカー8月5日月曜日から11日日曜日広島国際ユースサッカーイン新潟9月新潟海外遠征11月未定 U16 から16日本代表。海外遠征。2月5日、月曜日から14日、水曜日、ポルトガル。3月下旬から4月上旬、欧州。8月、未定。12月、未定。より小さい U16 インターナショナルドリームカップ2024。5月から6月、日本。トレーニングキャンプ。9月、日本。 より小さい AFCU17 アジアカップ2025予選。10月19日、土曜日から27日、日曜日、未定。U から15日本代表。トレーニングキャンプ。2月、日本。8月下旬から9月上旬、日本。海外遠征。5月、クロアチア。6月、未定。11月、未定。日本女子代表、なでしこジャパン。 パリオリンピック2024アジア最終予選2月24日土曜日 A 未定対戦相手北朝鮮女子代表2月28日水曜日 H 未定対戦相手北朝鮮女子代表海外遠征4月1日月曜日から11日木曜日未定5月27日月曜日から6月6日 木曜日未定トレーニングキャンプ7月8日月曜日から13日土曜日日本7月14日日曜日から20日土曜日未定10月21日日曜日から30日土曜日日本より小さい第33回オリンピック競技会パリオリンピック7月25日木曜日から8月10日土曜日 パリ、U から20日本女子代表トレーニングキャンプ1月29日月曜日から2月1日木曜日高円宮記念ジャファ夢フィールド2月19日月曜日から3月2日土曜日未定8月18日日曜日から26日月曜日未定より小さい AFCU20 女子アジアカップウズベキスタン 3月3日、日曜日から16日、土曜日、ウズベキスタン。より小さいサッドラドルズカップ2024より大きい。5月27日、月曜日から6月6日、木曜日、フランス。より小さい FIFAU20 女子ワールドカップコロンビア2024。8月31日、土曜日から9月22日、日曜日、コロンビア。 U から17日本女子代表トレーニングキャンプ2月5日月曜日から8日木曜日 J グリーン堺3月29日金曜日から4月3日木曜日未定6月24日月曜日から27日木曜日 J ヴィレッジ10月4日金曜日から11日金曜日未定 より小さい AFCU17 女子アジアカップインドネシア4月4日木曜日から21日日曜日インドネシアより小さい FIFAU17 女子アジアカップドミニカ共和国202410月21日月曜日から11月3日日曜日ドミニカ共和国 U から16日本女子代表モンテギュー国際大会3月21日 木曜日から4月2日火曜日フランス U15 日本女子代表トレーニングキャンプ1月未定フットサル日本代表海外遠征1月29日月曜日から2月7日水曜日未定8月19日月曜日から31日土曜日未定トレーニングキャンプ3月30日土曜日から4月4日 木曜日、高窓宮記念ジャパイ夢フィールド。6月23日、日曜日から28日、金曜日、高窓宮記念ジャパイ夢フィールド。8月1日、木曜日から9日、金曜日、高窓宮記念ジャパイ夢フィールド。8月12日、月曜日から17日、土曜日、高窓宮記念ジャパイ夢フィールド。12月8日、日曜日から13日、 金曜日、高円宮記念ジャファ夢フィールド。より小さい AFC フットサルアジアカップ対2024。4月17日、月曜日から29日、日曜日、対。国際親善試合、9月6日、金曜日、国立代々木競技場第1体育館。9月8日、日曜日、国立代々木競技場第1体育館。 より小さい FIFA フ・フ,フットサルワールドカップウズベキスタン20249月14日土曜日から10月6日日曜日ウズベキスタン